はい、玉ねぎ著名人研究家の小村です、えー、今はですね。こちらに来ております。18区で、えー、ございます。18区に来ました。これからですね。お墓参りに行くところは佐藤哲太郎さんのお墓参りに行きたいと思います。佐藤哲太郎さんはですね。明治大正期の海軍の軍人さんでございまして、最終階級は中将でございます。 波の大将よりも有名な中将として海軍随一の理論家帝国国防史論を著した方でもございますお墓はですね18区一種一側でございましてここがはい18区一種一側でございますねはいこの右手側のところ、えー、4番目のところですね、えー、佐藤家の墓がございますそしてもう到着しますので、えー、先にですね 佐藤哲太郎さんの墓所を紹介したいと思います。はい、お墓に到着しました。こちらになります。佐藤家の墓でございますね。はい、佐藤家の墓でございます。そしてこの右側にですね、佐藤哲太郎さんの日が立っております。貴族院議員、海軍中将。 将、えー、三味君一等功三級佐藤哲太郎の日と刻まれております。そして墓所にはですね、えー、右側に帽子もはいございます。はい帽子を見てみましょう。はい帽子はですね、えー、佐藤哲太郎さん、えー、右から五番目のところこちらにですね、佐藤哲太郎さんの名前刻まれております。 その哲太郎さんとなり、つや子さんが奥様になります。はい。それではですね、えー、佐藤哲太郎さんのご紹介していきたいと思います。佐藤哲太郎さんはですね、山形県のご出身でございます。鶴岡藩士、まあ、湘南藩士でもございました。平向裕次郎さんのご長男としてお生まれになります。 そして佐藤康之さんの養子となりました。1887年の明治20年海軍兵学校第14期を卒業されます。同期にはですね、えー、太平洋戦争のもう最後、えー、末期の時に首相になられました海軍大将の鈴木寛太郎さんもおりました。1892年海軍大学校を卒業。同年横須賀鎮守府 付けのですね海兵団分隊長心得を経て初代赤城の航海長となります1894年の日清戦争に従軍9月16日に戦われました航海海戦での混戦にて赤城はですね30発も被弾し艦長を含む11名が戦死佐藤さんを含むですね17名が重軽傷を負いました不調子船も中破されましたが 艦長不在の中で指揮を取り続けました戦っている相手国新国はですね日本の主力艦ではなく赤城や機関松島の弱小艦にこだわり追いかけすぎた結果ですね陳列が乱れ指揮系統も乱れたことが敗に繋がりましたこの戦いによってですね佐藤さんは勇敢なる水兵と言われ赤城の佐藤松島の三浦虎二郎はですね称賛されました 1899年5月13日山本権兵衛海軍大臣の命令によってですねイギリス日本公使館付け駐在部官としてイギリスに1年滞在しその後1901年1月16日からはですねアメリカ日本公使館付け駐在部官として約1年間アメリカに滞在されましたそこでです、ね、英米で国防に関する勉強をして帰国 帰国後はですね1902年海軍大学校教官に任命されると授業にそれらの成果を生かすとともに帝国国防士論を著して回収陸中論をですね展開しました内容はですね国防の3戦は第1戦は海上第2戦は海岸第3戦は内陸部と分け陸軍を海外に出兵させて戦うためには先立って必ず海上を制圧できる海軍を備えねばならず 敵の日本上陸を防ぐためにも、同じように海上を制圧する必要があると説きました。この本はですね、山本海軍大臣に提出。山本さんはですね、えー、それを、えー、明治天皇に献上されました。えー、これに、えー、陸軍、まあ、後の大将であって首相も務める田中義一さん。また,たまれにお墓がありますね。ロック一首十六話の十四番で動画も上げております。この田中義一さんはですね、反論しました。まあ、陸軍の立場からですね、反論しました。 まあこの騒動はですね決着がつかぬ間にですね日露戦争が勃発してしまったためですね佐藤さんは終正陸軍から嫌われることになりました日露戦争の日本海海戦ではですね期間出雲にあってロシア軍スワロフの突然の回答をですね火事の故障と見抜き上村長官にこのまま直進して砲撃することを進言しました。こののためですね結果的ににはミカサからの一斉回答命令に 不服従という結果になりましたが、バルチック艦隊、えー、撃滅の、えー、短所をつかんだ勇気ある独断戦功とされております。まあ、これを日露戦争でも活躍しました。その後はですね1905年、朝日の副長、立田初代艦長、1907年海軍大学校の教官、同年海軍大佐に昇進しまして、1908年からは宗谷や阿蘇のですね艦長、 海軍大学校の教官教頭を経てその後はですね海軍省軍令部第4班長そして第1艦隊参謀長海軍省軍令部第1班長海軍省軍令部次長兼将官会議議員海軍大学校の校長を経てですね1916年海軍中将に昇進しました。 1920年には前鶴陳樹夫司令長官などを歴任し1923年に予備役に編入されております1934年からですね貴族院議員に直選されまして7年半務めました海州陸従論者としてですね軍縮には一貫して反対の立場を取り 条約派の優の加藤友三郎さんとは会わずですね、波の大将よりも有名な中将として海軍随一の理論家として活躍されました。帝国国防論、帝国国防史論、帝国国防新論、大日本海戦士団、海軍戦理学などですね、発表されました。まあ、このように、えー、活躍されました佐藤哲太郎さんですね。 大将にはならなかったんですが、大変有名な中将としてですね、当時海軍随一の理論家として活躍された方でございます。佐藤哲太郎さんのご紹介をさせていただきました。なお佐藤哲太郎さんの奥様は先ほど母子にも刻まれていた通り、津谷子さんでございます。この津谷子さんはですね、海軍兵学校の同期生でございました。海軍中将、司釈の小笠原中成さんの妹さんにあたる方でございます。 そして、えー、娘さんですね、長女はですね、海軍中将の下村翔介さんに嫁ぎました、そして三女の秋子さんはですね、えー、岡田圭介さん、玉、ま、霊、あ、にもお墓ございまして、首相も務めた方ですね、その岡田圭介さんの、えー、息子さん、長男にあたります岡田貞友さん、まあ、最終階級は海軍大佐でございまして、お墓も九九一首、旧川三番、岡田圭介さんと同じところに眠っております、この貞友さんに嫁がれました。 ですので親戚関係ということですね。そして四条はですね、海軍大佐の、えー、大井厚志、えー、さんに訪がれました。まあ海軍一家でございますね。えー、その佐藤哲太郎さん、えー、ご紹介させていただきました。それではお墓参りしたいと思います。 はい、えー、最終階級は海軍の中将で、えー、ございまして、えー、帝国国防試論などを著しました海軍随一の理論家佐藤哲太郎さんのですね、えー、ご紹介そしてお墓参りをさせていただきました。以上でございます。<laughs>